ドレスデングリーン、ドレスデングリーンダイヤモンド、あるいはそのまま緑のダイヤモンドなどと呼ばれる。この石は41カラットの人工着色ではない、緑色をしたダイヤモンドである。産出地は現在のインド共和国アンドラプラデーシュ州にあったコラール鉱山が有力とされているが、資料に現れる年次を考慮すると、ブラジル産の可能性も否定できない。ドレスデングリーンは、 その結晶中に窒素をほとんど含まない、珍しいタイプのイーヤ型とされている。またその内部は完璧に無傷であるとされている。この石は、過去200年のほとんどの期間ドイツ作戦州のシュートドレスデンで展示されており、そこから動くことはなかったので、この名も都市名にちなんで付けられた。現在、この石は、同市レジデンツ城に新設されたノイグルネゲボルベに展示されている。 他の著名なダイヤモンドとは異なり、この石はほとんど所有者、及び所蔵場所が変わっておらず、その点でも珍しい。今日確認できる、おそらくこの石に関する最古の資料は1722年10月25から27日付のロンドンの業界史だろう。そこには、おそらくこの石と推測される緑色をした、ダイヤモンドが時のイギリス国王ジョージ一世に、 閲覧されたという記事が載っている。絶対的に確実な最古の文献記録は、1742年に、ポーランド国王アウグスト3世ことザクセン先帝公、フリードリヒアウグスト2世が、ライプツヒの見本市にてこの石を、オランダ商人から買い上げた記述である。1768年に、この石は、他の2つの大粒のダイヤモンドと14、141の、 小粒のダイヤモンドと共に、とてつもなく高価な帽子飾りに飾られた。以来、ドレスデングリーンはその形と、第二次世界大戦中連合軍による空襲を避ける、ため一時的に疎開し、戦後1958年までモスクワに留置された、以外、展示場所も大きく変わることなく今日まで来ている。2000年に、アメリカの宝石賞、 ハリー・ウィンストン社がこの石のアメリカ合衆国での展示会を企画し、この石は大西洋を渡ってまずはニューヨークにある同社のサロンで展示され、その後アシントン DC にあるスミソニアン博物館に仮設された同社の社名を冠した展示場にて世界最大の青いダイヤモンド、ホープダイヤモンドに隣り合わせて陳列展示された。この二つの石は同じカラーダイヤモンドで、 産地も同じと推測されることから、兄弟姉妹の関係にあるといった伝説がある。この石の特有の緑は、まだ地中にあった時天然放射線に長期間に渡って暴露されたことによる。この石は、極めて稀にしか得られない天然の緑のダイヤモンドと放射線照射等で人工的に着色された、それとを比較、区別するための基準にもなっている。ありがとうございます。